おお、なるほどなるほど。あ、オッケーオッケー、つながってるわ。はい。で、君はどういう内容でかけてきたのかな？アンチ。アンチ、はい、了解。年はいくつ？13。13歳、わかったよ。はい、じゃあやろうか。じゃあ ID 書いてもらっていい？え、ちなみに、あ、13歳って小 6？ 中1っす。あ、中1か。はい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 。かわいいな。よし、はい、フレンド申請送った。うん、アンチなのに、てか西だよ、中1。うん、大丈夫なのか、起きててお前は。イエスイエス、はい。え、なに、この時間に全然ウィリアプリできるんだ。いつもやってんの？はい。え、毎日？はい。学校は？行ってますよ。え、眠くないの日中？まあ、眠くないっす。ちゃんと授業受けてんの？はい。そっか。で、あ、アンチだからボコボコにしてぞみたいな。うん、まあそんな感じです。なるほど、オッケーです、オッケーです。じゃあ頑張っていこう。なんか呼びたいんだけど、なんか呼び名ないの？あ、じゃあワンコちゃんにしよっか。なんでもいいって言ったよね。はい、じゃあワンコちゃんでいこう。はい。2時か。え、それ何？え、もうスマホ持たし、スマホ？はい、スマホです。そっか。え、何、普通に通話とかもできんの？まあ、はい。すごいな、ワンコちゃんのうちは。もう1年経つとね、病気発症するから気をつけてね。中二病っていう。はい、うん。あ、中二病ですね。いいか、これで。よし。ミスはもう中二病か。うん、うん、そう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 、そうだよ。よし、じゃあ行きましょう。さあ、ワンコちゃん。ワンコちゃん、好きな子いるの？いや、いないです。そっか、好きな子できるといいね、ワンコちゃん。そうっすね。そうだね。よし。え、今何を勉強してんの？え、算数だっけ？あ、数学か。数学はどんなところ勉強してんの今、にゃんこちゃん？どこすか、忘れました。え、あー、にゃんこちゃんうまいな。にゃんこちゃんうめえわ、俺より、おじさんより。にゃんこちゃん、え、ちなみに、あん、え、毎回俺の配信はいるの？はい、一応来てますよ。おお。え、なに、嫌いだけど見ちゃう的な？はい。あの、なに、どういうライブをしてるのかっていう。あ、なるほどね。嫌いだから偵察みたいな。ああ、そんな感じ。にゃんこちゃん暇だね。いや、当たっちゃうか。オッケーオッケー。で、にゃんこちゃんは、え、学校終わったらすぐウィリアプリ起動して練習してるの？ああ、そうです。にゃんこちゃん大丈夫、まだ振り出し戻っただけだから。うん、そうですね。にゃんこちゃん部活とかやってるの？はい。何やってんの？陸上部やってます。それさ、眠くないの？こんな時間に。はい、眠くないです。え、何時ぐらい寝てんのいつも？まあ3時ぐらい。3時？毎日？いや、毎日ではないです。ああ、でも3時に寝ることもあるんだ。いや、普通の平日はもっと早く寝てます。ああ、そうだよね。え、何時ぐらい？もう早いって言っても2時ぐらいですけど。マジで？俺並みじゃねえかよ。マジか、にゃんこちゃん。急ににゃんこちゃんになってますよ。あ、にゃんこちゃんじゃねえよ、わんこちゃんだ。わんこちゃん、わんこちゃん、ちなみにこれ、あ、課金はもう全然していいんだ。いや、一応でも美課金っす。あ、美課金なんだ。あ、これ俺の、うん、俺のだ、これ。アイコニックやべえなと思ったら俺のだった。あ、でも結構持ってるね、アイコニック。え、いくらぐらい課金してんの、月？いや、月でもしてないっす。うん、どんなもん、大体。3ヶ月に1回ぐらいっす。どれぐらい？ 3 ヶ月に1回。まあ、500とか1000ぐらい。あ、へえ。え、でもそれでアイコニックゲットしてんだ。はい、まあ運がいいんで。へえ。え、毎月500でアイコニックこれ揃うんだ。え、ちなみにワンコちゃんは俺のどういったところが嫌いなの？え、やっぱ大パンしまくると。ああ、そっかそっか。よくないもんな、物に当たるのはな。はい、そうだよな、ワンコちゃん。あ、じゃあサワヤンゲームズも大嫌いだ。いや、サワヤンはなんか
面白いっすね。サマヤンはいいのかよ。なんでサマヤン良くて俺ダメなんだよ、ワンコちゃん。いや、配線ぶっ壊してるじゃないですか。配線、あいつだって机ぶっ壊してるだろ、サマヤン。おい、ワンコ、おい。え、どうも皆さんこんにちは、サマヤンゲームズってさーって言って机ぶっ壊れてるからね、俺。はい、ブン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 。あー、ワンコちゃんごめん。いやー、大丈夫大丈夫ワンコちゃん、うん、大丈夫だ、1点差、一瞬一瞬、1点差は見えてまだ1点。そう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 。え、じゃあ、ウィーレ配信者で一番好きなの誰な。AJ、 AJ さん。樹海嫌いでしょ。あ、コトン、うん、混沌はね、いや混沌は嫌いじゃないよ。樹海だろうが、樹海も嫌いじゃないと。うん、 A さんの方がでも好き。うん、まあ比べれば。なるほどね。俺 A さんと話したことあるよ。マジっすか。すげえだろ、おい。わすごいですね。羨ましいだろ。終わりですか。羨ましいだろ。お、おい、開けて大丈夫か。おい、どうした、おい。操作ミスった。操作ミスった。あららららら、らワンコちゃん、話に夢中になりすぎちゃダメだよ。まさかの、おい、なんかどうしたんですかとか言っときながら俺決められてるよ。ワンコちゃんがどうしたんだよ。ワンコちゃん、あららららら、ら勝負の世界は甘くないんだよ。でもすごいね、こうやってさ、中学生とさ、ね、いいおっさんがさ、こうやって真剣に勝負できるって素晴らしいことだと思わない、ワンコちゃん。ね、ありえないからね、実際のスポーツじゃねえ、ワンコちゃん聞いてる。まあ、聞いてますよ。ワンコちゃん、素晴らしいことなんだよ、これは。普通じゃないんだよ、素晴らしい出来事なんだよ。普通じゃおかしいです。普通じゃおかしい。でもね、まあ、全然俺のこと嫌ってもらっていいし、ねえ、多分人間って、俺も嫌いなやついるし、まあ、誰、はい、とは言わないけど。あ、かけそばっすか。あ、かけそばは、うん、別に嫌いじゃない。あれはネタだから。本当に嫌いなやつ、うん、本当に嫌いなやついるけど。まあでもさ、俺からのアドバイスでいくと、嫌いなやつとは関わんない方がいいよ。はい。うん。無駄だから、人生の。これからね、まだまだ、ワンコちゃんには、本当に、素晴らしい、明るいね、未来が待ってるんですよ。はい、ワンコちゃん、俺みたいなね、嫌いなやつに構わない方がいいよ、本当に。ワンコちゃん、そういうこと、俺の言いたいのは。ワンコちゃん、はい、あれで、ちなみにメッスには負けたくないって書いてあるけど、ワンコちゃん、この試合に結果についてどう思う。いや、強すぎましたね。素直だな、いいぞ、その素直さ大事だ、ワンコちゃん。これが課金の力だ、ワンコちゃん。おい、大人になってバイトして仕事して金稼いでまた挑みに来い、俺に、ワンコちゃん。はい、はい、俺は実力じゃねえ、金の力だ、ワンコちゃん。分かったか。じゃあ俺に、まあ、後付け罰ゲームだけど、はい、もし聞いてくれるなら、はい、1時間でいいから早く寝よ。平日も、はい、休日も、はい、もう後付け罰ゲームだから聞かなくてもいいけど、脳ってまだ成長過程なんですよ、ワンコちゃんの。はい、睡眠ってめっちゃ悪影響になるの。マジでゴミクズ人間になりたくないでしょ。はい、早く寝な。な。はい。うん。1時間でいいから。はい。ということで、お疲れ。さよなら。ワンワン。ふざけんな。あ？何がふざけんなだおい。またあれだ、嫌われるわ。